バッケンオープンウェアバッケンオープンウェアは、ドイツ北部のシュレースビヒホルシュタイン州バッケンで開催されるヘビメタルのフェスティバル。1990年に始まった、このフェスティバルは、地元のバンドスカイラインが町おこしとして始めた規模の小さなものであったが、1998年には、世界から70以上のバンドを集める大きなイベントに成長し、 現在では7万5千人の観客動員数を誇る世界最大級のメタルフェスティバルになった。日本のバンドでは過去にサベット、メタルセファー、ムック、サイコ、d エスペアズリー、ディル・アングレイ、エレクトリック・イール・ショック、ギリガメッシュ、ヘルハウンド、ラウドネス、ラベバイツなどが出演を果たしている。メインとなるステージはフェスティバルサイトに4ステージあり、 中央に3ステージが配置される。観客から見て右から順に、やや小規模なパーティーステージ、メインのトゥルーメタルステージ、ブラックステージとなる。基本的には、パーティーステージ、ブラックステージでのショーが、同時に進行、トゥルーメタルステージでのショーの繰り返しで進行する。フェスティバルサイト広報の WET ステージには、客席にも屋根があるために、 仮設のライブハウスのようになっている。WED ステージは前日の3ステージの演奏が終了した後にメタルディスコが開催されるなどの特徴もある。ここではバックバンドを元に選ばれた素人が舞踊をするメタルカラオケが存在する。日本でいうところのヘビメタルサウンドハウスに近い。フェスティバルサイトへのエントランスの向かい側にはビアガーデンステージがあり。 名前の通りビアガーデンとステージが配置されている。このステージでは地元消防団のブラスバンド演奏も行われる。2009年より新設されたメディバルマーケット内にあるメディバルステージはバイキングメタルバンドの演奏が数回行われる。近年は7月の終わりから8月最初の木曜日に前夜祭り、金曜日と土曜日にメインフェスティバルの3日間を柱として開催している。 前夜祭りといえど、開催時間が16時から24時と短いことと、トゥルーメタルステージを使用しないこと以外は、残り2日との違いはない。さらに、前夜祭りの前夜祭りとなるイベントが、WET ステージとフェスティバルサイト外のステージにて、行われる。ありがとうございます。